本業以上稼げる。キュリちゃんめっちゃ決めてる。ミさん固定みたいな動画っすよ、ミスそんなんこう写真じゃないで動いていいんで動いていいの動いても大丈夫肉動かすんじゃなくてミス花火とパルビですミスさんこっち向いてるケントお疲れ。あ、お疲れ様です。14年間走りました。根拠は？え、俺運転あるんで飲めないっすよ。ルーティーンは変えません。おはようございます。修業式に行ってきます。最後です。マスクね、マスク、マスクどこや、マスクどこ、ここドクター K。 決めろ決めろばっかりやわ。最近俺ばっかり撮ってるじゃないですか。ちょっとやめてください。ケントさんありがとうございました、ありがとうございました。今年はね、はい、僕あなたのせいで、はい、こういうことになりました。やめてください、その言い方やめてください。本当、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございます、ありがとうございます。本当頑張ってね。はい、ありがとうございます。すごいもん背負ってると思って。いや、やめてください。本当プレッシャーすごいです。ありがとうございました。ずっとあれやってたよ。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。またはい、またよろしくお願いします。本当に本当に本当にこういう風になったんで。エナさん何のことか絶対分かってないです。酔っ払ってるやん。おい、やましいやお前。酔ってねえよ珍しく。酔ってねえよ珍しく。ベチケン、お疲れ様でした。お疲れ様でした。1年間どうでしたか。いやもうとりあえず、うん、なかったことにしようかなと思って。なかったことにね。僕もなかったことにしたいです。この引退なかったことにしたいです。復帰しようかな。復帰したら絶対おもろいやんな。見てください、彼。え？この若手の中に、若手の中に、大ベテランが。あ、いいでしょ、うまい。試合翌日。試合翌日。90分出た次の日です。若手の中に何やってんのあの人。きちい言うてる。ちゃんとバックステップ踏んで。あ、え、ちゃんと謝ってます。これからちょっとゼロエンテージ開けてみます。まだ見てないんですもんね。いや、もしかしたらゼロじゃないかもしれない。見てないからね。まあ見てないから、うん。決めつけちゃってた。え？やっぱそうか。てか。僕こんな感じです。今やばくない？今のあれ映っちゃってるけど。え？本当だよ。今の映っちゃってるけど。まあこっから行くっていうことよ。別に。まあこれが僕のアナザースカイみたいな。アナザースカイ。いや、違う。これが僕のアナザースカイ。絶対アナザースカイじゃないです。モロ映ってる、ここ。モロここ。ね、そこはちゃんとモヤかけるか、モヤ。モヤモヤモヤっていう。これがあったから俺は億万長者になれたっていうストーリーをこれから気、うん、づいていく。これがあれと。これがスタート、スタート地点。ここがスタート地点。こっからや。さあ、じゃあ明日からドーピング OK やから好きなもん食べるぞ。何食べようかな。いや、一番体にまず何からやる。悪いこと、よく言うよね、サッカー選手が辞めたら悪いこと、体に悪いことしたいって。何からやりますかね。うん、これは体に悪そうだ。全然悪くないです今のところ、うん、うわっ体がおや、こちらの様子が、うんうん
オッケーオッケー、オッケー。この思い届いてますか。これがほんまの iPad。 のぶちくんとスケムネ食堂、のぶちくんとスケムネ食堂来ました。はやー、この思い届いてますか。マジね、思ってる食感と違うか、マジ味とかも。うまい。また思うか、お前。また思うか。俺が呼んでんのにな。そうそう。やらしいな。これ結構綺麗やな。うん。お疲れ様。現役お疲れ様様。っていう名前やから俺。お疲れ様様。お疲れ様様が俺の名前。いいの取れた。いいの取れた。おはようございます。今日はこれから東京に行ってきます。いろんな人に会って、いろんなチャンス、チャンスを掴みに行きたいです。今、5時45分。それじゃあ行ってきます。行ってきますじゃない。今からルーティンします。魂。こんにちは。こんにちは。こんな感じなの。はい。もうめっちゃ。まあ、けどセカンドキャリアね、いろいろ幅を広げれれば嬉しいな。ありがとうございます。今日。ありがとうございます。ありがとうございます。サッカーなんか背が高い。年明け会いましょう。はい。よろしくお願いします。これを痩せさせます。ゴーさんです。はい。で、はい、SNS クリエイター。あ、トキワさん。今日はありがとうございます。ちょっと写真撮るから。あ、写真。トキワ君ちょっとマスク取ってもらっていいですか。なんで、ま、お願いします。はい、笑ってもらって。暗くない。ここじゃないでしょ、絶対。さっきでしょ。あの、おやすみって言ってもらう。ノブの嫁さんおやすみって言ってもらっていいですか。ノブの嫁さんおやすみ。ちょっと待って、趣旨が分かんない。八王子に来てます。これ言っていいですか。いいよいいよ。トキワさんのジムです。どうすか。今日も最高の一日にしましょう。はい、しんごちゃんです。お久しぶりです。久しぶり。今日は3人でご飯食べに来ました。あとは岩田拓也が来てます。電話番号絶対電話番号絶対黙ってなん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 て
大丈夫大丈夫。どうせカラカラマンやんだ。その子にもいっぱいください。誰とは言わん。台湾人と台湾人と。二重にしたやろお前今。二重なんですか。嘘つけん。やってや。思いっきり二重にした。いやー違うな、調子悪いね今日。バレるからうちが。バレるからうち。実家、うち俺んちバレるから。実家なんこれ。実家じゃないけど。実家だけど。店やん。やバレる。え？マジで、ほんとにそれで今そういうオーバーにやったんやろ。俺一人ぐらいじゃない。一人俺用の布団これもしかして。ありがとうございます。だこの中に彼女入ってるやろもしかして。このゴルフバッグの中に彼女入れてるやろ。エレベーターで行きますか。エレベーターなんこれ。これ違う、俺んちの直通だけです。どういう間取り。ちゃ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 もういいって。絶対のっけないでよマジで。振りじゃないっすよこれ。あのタクヤ、今日も最高の一日にしましょうって。何なんですかこのなんか、ちょっとテンション上げて。はい、怪しいなんか怪しいセミナーみたいな。今日も最高の一日にしよう。ちっちゃいねこれ。はい、今日も最高の一日にしよう。はい、じゃあマジお願いします。いってらー。写真写ってる。ダメだダメだ。もう一回やるやつ。はい、今日もはい最後の一日にしよう。うん、分かった。絶対やばい、はい、お疲れさん。時間ない時間ない。お疲れさん、はい、頑張って。はい、電気消すよ。あーもう。やば、めっちゃ緊張すんだけど。こんにちは。こんにちは。師匠。やばい、師匠こんにちは。初めましてですよ。初めまして。握手できへんから、ちょっとこれで。ありがとうございます。いや、やばい。もう俺、これもできへんからね。いや、俺も緊張、なんか変なこと喋んなきゃいけなくない。いや、喋んなくていいよ。俺全部見てますからね。俺も全部見てる。全部見てます。てかもうね、全部パクってる俺。いやいや。パクってないっすよ。パクってあれパクってたの、うん、え試合出るときのさ、うん、ストレッチとか。あ、そうそうそう、あの辺とかね。そう、いや一旦じゃあお店で。初めて初対面の人と。でも緊張してないでしょ。いや緊張します。してる、うん、ちょっとだけ。しなくていいよ。ももクソどついて俺の頭。ちょっと慣れてきたらもうグーとか。いけないなそれ。サムネって超大事。サムネが一番大事ですよね。ああでも全然意識しない。分かんないっす。ああ分かんないっす。作っとくわじゃあ俺。え一緒で妹さんのデザイン。どういうこと。一緒って。俺のも全く一緒。ああ星原くんのと俺のが一緒ってこと。そうデザイン。何ちょっと乗っかろうかな。よし、はじめまして。田中です。どうも。何回か試合したよ。何回か削られた、さっきも。うせぇ。そんな削ったっけ。本当になんかちょっといやらしいよね。よろしくないです。よろしくない。入ってる。やっぱ匠こっちの方がいいわ。じゃあ、ちょっとある二人と会おうと思って、あと YouTube 始めようと思って撮ってます。では今日のゲストは星原健太くんと田中圭太くんです。いや何すかこれ。もう全員を取り合うみたいな。